ドラゴンクエスト 11S 続きね、やっていきます。前回はですね、ネルセン様の、第5の試練、最終試練の、無名の魔人ね、ホメロスのフォルムをした無名の魔人というのと、まあ、交戦をしまして、剣を交えまして、まあ、ボッコボコにされまして、かなりね、あれは精神的なダメージを負ったんですが、もうこのままじゃ、もうダメだということで、しっかりね、各メンバー鍛え上げまして、さらに、まあ、しっかりと、戦略を立てて、今この場に立っていますので、なんとかね、無名の魔人にリベンジを果たしたいなと思います。まあ、変わってる点がね、多々あるので、まずはね、そのご説明をさせていただければなと思います。いや、てかさ、ソルティコの街に来たらさ、この人踊るのやめてんだよね。踊るのやめてさ、弟子たちのなんか稽古つけてんだけど、もうね、もう悪いとこ出てる、ジエゴさんの。ほんと、目離したらすぐやめちゃうんだから。あなたずっと踊ってないとダメでしょ、ほんとに。村上春樹、ダンスダンスダンス。何やってんだ、お前バカ。さあ、まあ、ジエゴパパはちょっと置いときまして、変わってる点ね。多々あるんですが、まずね、レベルが変わっております。主人公のレベルがね、前回無名の魔人に挑んだ時は75だったはずなので、主人公が5レベル、レベルアップしてんだよね。だから他のメンバーも、まあ、5レベルから6レベルくらい上がってんじゃないかなと思いますね。まあ、正直ね、まあレベルもうちょっと上げてもいいし、なんなら上げたかったんだけど、でもね、なんかね、尺に触るというか、多分ね、僕の感じだと、もっと上げてもいい気はするんだけど、そこはね、なんか、上げたくないっていう気持ちがあるんですよなのでまあ多分85とかが肌感だとなんか適正なのかなって思うんだけど、まあでも主人公80でやり方さえ工夫すればまあなんとかいけるんじゃないかなという感じがしたので80で寸止めしてます。まだ出してないです。これでいきたいと思います。で、レベル上げをね、する過程で当然、スキルポイントもね、たくさんもらったんですが、それらはね、すべてもうすでに、使用しております。すべてのメンバー。ただ、誰に何を覚えさせたかとかは、もう、点で覚えておりません。もう何しろこれだけのメンバーがね、いますから、そんなもう記憶力バカのイオリさんはもうそんな覚えてらんないということなので、まあ、そこはね、ご了承いただきたいですが、主人公イオリだけはね、ちょっと気合い入れて、戦略立てて、スキルパネル、解放したので、ちょっと見ていきたいんですが、まずね、両手剣はすべてマスターさせたんですけど、こっちのね、剣心スキル。で、このギガスラッシュとギガブレイクを覚えさせましたね。これ片手剣で使える技なんですけど、無名の魔人がさ、雑魚敵をさ、もうワンサカ呼び寄せるじゃん。あれをね、なんとかしたいなということで、全体攻撃が欲しかったんですよね。で、まあ、全体攻撃いいのがね、なかなかなくて、
ベロニカのさ、イオグランデが、通ればいいんだけど、雑魚敵の中でさ、光の壁とかもう、ほんと性格悪いやつがいるじゃないですか。あれでベロニカ先生さ、やられちゃったから。だからね、呪文攻撃が、しにくい状態なので、無名の魔人に限っては。だからね、このギガブレイクとかギガスラッシュ、これ全体攻撃なので、ここら辺がね、活躍してくれるんじゃないかなと思って覚えさせましたね。さあ、で、レベルアップのね、過程でまたね、私、しこしこ、一人寂しく、種を集めておりまして、で、命の木の実が99個と、力の種を61個集めたので、これをね、各メンバーに使ってパワーアップさせたいんですよね。で、前はね、命の木の実はベロニカ先生に使ったので、まあ、ベロニカ先生以外のメンバーを考えてるんですが、まあわかるよ。順当に、普通に考えれば、セーニャに使うのが正解。これはもう、わかってんだよ。俺わかってんだ。わかってんだけど、俺はマルティナに使いたい。俺は、やっぱマルティナがさ、好きなんだよ。活躍してほしいんだよ。そう。マルティナのね、弱点って僕2つあるって思ってて、まずはね、ペラサ。守備力、身の守りがめちゃくちゃ低いんですよ。そう。だからね、物理攻撃、強めの物理攻撃を食らったら、もう一気にやられちゃう可能性があるんですよね。で、もう一つがね、マジックポイントの低さ。これはね、ずっと懸念材料として僕ずっと思ってたんですよ。なんとかしなくちゃダメだなって。そう。でね、まあ、マジックポイントの方も種集めてさ、カバーしきれるかなと思ったんだけど、まあ、そこはね、今の段階ではせずに、装備品でなんとか、まあ、賄おうかなということで、とりあえず、この99個集めた命の木の実でマルティナのペラサっていうのを解消してあげたい。抱きしめたい。抱きしめてしまいたい。もう一度結婚したい。さあ、で次、この力の種61個なんですけど、まあ誰に使うか問題ですね。これもね、悩ましいよね。まあでもね、わかるんですよ。わかりますよ。正解は。わかってるんですよ。正解はカミュなんですよ。ね。カミュさんは分身デュアルブレーカーっていうね、素晴らしい合わせ技があるので、まあそれに、元々の力をね、パワーアップさせてあげれば、もうものすごい威力の全体攻撃ができるっていうのは、わかってんの。わかってんだけど、ここはね、ちょっと、ベロニカ先生に使わせてもらってもいいですか。もう本当に、これはもう僕のわがままです。わかってんだ。正解は、カミュだし、時点で主人公なのはわかってんの。僕じゃなくてみんなわかってんの。それが一番さ、勝つ確率を上げることなの。成功法なの？分かってんの？でも、俺はベロニカ先生の可能性を広げてあげたいと。もう、カンストさせる勢いで、力のね、パラメータ、カンストさせてあげたいなっていう、そういう気持ちなんですよ。だってさ、よく考えてみて、ベロニカ先生はさ、僕らをさ、命かけて救ってくれたんだよ。だからさ、もうこれぐらいやってもさ、罰は当たらねえと思うんだ。だからもうこれはね、ちょっと許していただきたい。なのでちょっと力の種61個はベロニカに使いたいと思います。さあ、じゃあまずはね、マルティナに命の木の実使っていきましょう。
今最大ヒットポイントが628ですね。これがどれぐらい伸びるのかやってみましょうか。マルティナさん、残りのね、命の木の実が25個という段階でもうヒットポイントがカンストしてしまいました。素晴らしいですね。素晴らしいのかこれは。まあでも別になんかね、なんか悪いことしたわけじゃないですから、ちゃんとその公式が用意したシステムにのっとって集めた命の木の実を使っただけですから、何にも悪いことしてないですよ。もうチートとかそういうのじゃないですか、チーターじゃないですから。じゃあ残り25個どうしようかな、これどうしようか。まあ、せいにゃかな、普通考えたら。あ、24個か、残り。せいにゃか、せいにゃだな。まあ、ベロニカ先生を、ベロニカ先生もこれ全部使ったらカンストできるな。あ、まあ、でも残りはせいにゃに使おうかな。ベロニカ先生も十分だからね、963もあれば。ちょっとこれはせいにゃに使いましょう。はい、ということで、セーニャにね、命の木の実24個ぶち込みましたら、こんな感じになりました。ヒットポイントがね、600台に乗って、すごいね。マルティナカンストしてるし、セーニャも638あれば、だいぶ、ね、いいんじゃないかなと。落ちる確率がだいぶ減ったんじゃないかなと思いますし、ベロニカ先生もいますから、これはいいですね。じゃあ次が、ベロニカに、種ね、使っていきましょう。力の種。今、攻撃力、武器との合算の攻撃力が647か。これがどう変化するか。やってみましょう。さあ、ベロニカにね、力の種61個ぶち込んだ結果、攻撃力が769と、とんでもない数字になってしまったんですが、これえげつないですよ。769は。だって力自慢のマルティナさんが680、マルティナさんもすごいね。マルティナさんだってこれドーピングなしだもんね。あ、そうなんだ。あ、主人、あなたもすごいね。680。待って、なんかこれ考えたらあれだけ種食わせて、ベロニカ先生は769なんだ。なんかこの二人がなんか異常すぎて、マルティナ先生じゃないや、ベロニカ先生のなんか、凄さがちょっと霞んで見えちゃったな。いやでも769はすごいよね。これで、まあ、最強物理アタッカー、ベロニカの、まあ、爆弾というか、ねえ。すごいね、姫ね、マルティナ。素でこれなんだもんね。お前も。グレイグもね、なかなか優秀なんですが、まあ、ベロニカ先生がね、攻撃力700台、769になったということですね。さあ、これで、無名の魔人に挑む準備は完了いたしました。メンバーね、各々がだいぶパワーアップしてるので、まあ前のようにはいかないぞという気持ちでいっぱいです。はい。まあどうなるかちょっとやってみないとわからない面はね、ありますが。まあ前回よりもね、少なくとも前回よりはまともに戦えるはずなんすよ。はずなんすよ。じゃあ、ジエコパパ、行ってきます。二度と
二度と負けねえから。文句あ、ですね、ジエゴパパに、めちゃくちゃ俺たち行ってきますから、これからみたいな。そんな感じのこと言っちゃったんですけど、一つね、忘れてたことがあって、レベル上げとかね、いろいろしてる過程で、ダーハルーネに寄ったんですけど、その時にさ、このダーハルーネ名物の、商売ベタの兄弟いたじゃないですか。で、このお兄さんにさ、話しかけたら、またこの人やってんだよ、なんか。最初はさ、ベロニカの、猫の着ぐるみ。猫だったっけ？猫だよね。猫の着ぐるみだったじゃん。で、次がグレイグの鎧だったよね。で、またこの人変なもの見つけてきてさ、またやってんだよね。だからこれはさ、見逃せないじゃん。ねえ。この兄弟のやりとりだけやっていきましょう。威勢はいいんだよな、この人な。らっしゃい。空に黒い太陽が現れても、うちは営業中だよ。魔物に襲われた時はさすがに閉めたけどな。そうだったよ。いなかったもんね。兄貴。ガハハ。笑い事じゃねえよ。お、坊主、ほら。ちょうどいいところに来たな。今ならとっておきのすげえ商品があるんだ。聞いて驚くなよ、それはな。伝説の服、神秘のビスチェ。神秘のビスチェがどういうもんか知らないですけど、伝説の服ってなってるから、多分相当いいものだと思うんだよね。うん、天界の糸で編まれたすげえ服だって話だぜ。一生お目にかかれない、一品物って言ってるけど、絶対弟さんも持ってるもんね。普通なら、100万。だいぶふっかけてきたな。買えるっちゃ買えるけど。今日の俺は機嫌がいい。98万ゴールド。ちょっと負けてくれてる。買うか。これはもう、弟さんとこ行かないとね。この二人のやりとりがね、もう、いおりさん、もう大好物ですから。二人のこのね、バチバチした値下げ合戦。ほら、一品物じゃないじゃん。すごい希少品です。もちろん一品限り。伝説の美女がまとってたんだ。兄貴の店では同じものを98ゴールドで売ってたですって。そんなバカな偽物では。マジでその可能性あるからな。あ、なるほど。これ90だよね。1、10、100、1000万、10万、90万ゴールド。ちょっとまだいけるっしょ。さあ。これに対するさ、兄貴の返しよ。お兄ちゃんはもう負けてらんないですから。らっしゃいらっしゃい。うん、目玉商品ね。何？弟のとこは90万ゴールドで同じものを売ってた。弟が売ってた。あ、でもこれなんか、あれだな。品物のさ、商品名だけが変わってるだけで、他の文言は変わってない気がするな。なんかそんな感じしない？ 80 万ゴールド。ここでちょっと手抜いてほしくねえんだけど。俺はこの兄弟、俺じゃないな。俺たちだよな。俺たちドラクエファンはこの兄弟にどんだけ期待してるかっていう話だよ。あ、やっぱこれコメント変わってねえわ。一気に半額になった。これどこまで落ちるんだ？最初100万からこの人たちスタートしてますから。ちょっとコメント変えてほしかったな、若干でも。何？弟は神秘のビスチェを40万ゴールドで売るだと、あいつのものの価値分かってんねん。おめえもだよ。おめえもだよ。経済学学んどけ、お前。損益分岐とか。弟の半額だ。20万ゴールドで売ってやる。
でも自殺行為っていうコメントはちょっと見た記憶ないな。ちょっとここだけ変わってんのか、もしかしたら。これ以上は下げらんねえ。20か。なんかインパクトないな。もっとガッと下がって、でもなんか兄貴はあれで終わりっぽかったな。これ以上は下げらんねえって言ってたから。弟さんや問題は。え、兄貴は神秘のビスチェを20万ゴールドで売るだって、ついにおかしくなったか。お前もだよ。最初100万から始まってんだから、これを仕入れるのにどれほど苦労したか悔しいですか。私の、あ、でもここら辺なんか同じっぽいな。半額じゃ生、一桁。20万なら、兄貴がね、それ取っていいゼロじゃないよ多分。取ったらダメなゼロ取っちゃったこの人。これ以上は下げられません。あー、でもこれが底値か。でも俺は兄貴がまだ参るって信じてる。兄貴ならやってくれるって。俺はもう誰にバカって言われようと俺は兄貴を信じてる。頼むぜ。バカならもうどでかいバカになってくれ。兄貴、はあ、あのバカ弟、神秘のビスチェを2万で売るだと。いや、一桁間違ってんじゃねえのか。間違ってますよ。間違いなく間違ってますよ。兄貴、まだ参るよな、お前。兄貴。うーわ。凡人かよ、こいつ。ほとんどタダじゃねえか。そうだよな。いや、兄貴の言ってることはごもっともなんだよ。最初100からスタートしたもんが2万なんてもうただもう同然、ね、同然なんだけど。とうに損益分岐は過ぎてますから。あー、つやつやだぜ。兄貴はね、あの、値下げで負けたってなったら、その、ツヤツヤ感、ピカピカ感で勝負してくるのが悪い癖なんですよね。マジか。兄貴。え、グレイグの時もさ、弟さんから買ったから、兄貴2連敗じゃないか。もう大したことねえな、兄貴も。最初だけだ。あの、猫の着ぐるみの時だけだな、兄貴買ったの。じゃあ弟さんから購入しましょう。2万、バカだよ。神秘のビスチェ、ちょっと装備、誰の装備だ。ビスチェ、神秘のビスチェ、ちょっと待って。装備品、道具か。装備品で、あ、これ見た目変わるやつだね。魔物を濃殺する魅力的な見た目に変わる神秘な服。マルティナか、多分。濃殺言うてなんだ。マルティナか。濃殺だ、マルティナか。これはワクワクしますね。どうなんだろうな。ちょっと装備というか、もう見た目はあれか、見れるのか、これで。あるわ。魅惑のビスチェス。ビスチェって何だったっけ？フランス語だったよね。フランス語のなんか下着とかじゃなかった。期待しちゃっていいんすか？堀井さん。いいんすか？男の夢、堀井雄二に預けちゃっていいんすか？いきます。違う。違うなぁ。ま、違うよ。あのさぁ。いやぁ、ちょっと何やってんだ。何やってんだ、ほんとに。違う。何やってんだよ。
スタッフさん、肌の露出度を増やせばいい、スカートを短くすればいい、そんな単純なものじゃないの。違うよ。本当に。むしろ抑制して出せばいいってものじゃないのよ。だから、もうフリーザ理論って言ってんだけど、フリーザがさ、Z 戦士たちにクリリンとかにさ、まだ私はあと2回変身を残してるって言った時の、あの絶望を与えた時言ったらないじゃない。あれ以上の絶望僕は知らないのよ。そう、アニメで見た時。こんなに強いのに、あと2回も変身この人残してんのみたいな、その衝撃言ったらなかったのよ。それと同じよ。そうだ、露出させればいいんじゃないのよ。むしろ隠して、うまい感じで適度に隠して、この隠してる状態でこんなにもセクシーなのに、もっとこれ見せちゃったらどうなっちゃうのみたいな、その予感が欲しいの。私たち男は、男性プレイヤーは、日本男児は、何やってんだよ、公式は。ミニスカにすりゃいいんじゃねえの。本当にな、全然これ違うよ。本当に。上はさ、100歩譲っていいよ。上半身は。下半身は違うだろ、お前。これもう狙いに行っちゃってさ、何羽つけてんだよ、お前さ。何不必要な要素つけてんだよ、ちょっと。羽いらねえよ。スカートも短くすりゃいいってもんじゃないんだよな。絶対さ、もうこっちの、ほら、こっちの方がもう絶対エロいじゃん。セクシーじゃん。これ。これね、露出度はこっちの方が上だけど、こっちの方がもうセクシー、魅惑的なのよ。わからないかな、公式は、堀井さんは。何やってんだ、マジで。魅惑のってつけちゃってるから、公式はこれが魅惑だと思ってんでしょ。何やってんだよ。ちげえよ。ほんと、隠せ。そして、我々に想像させろ。想像の余地を与えろ。12。期待してますよ。ほんとに。このまんまにしとこう。この舞踏家スタイルに。残念です。魅惑のビスチェ。さあ、ちょっとね、ほんとに。寄り道が過ぎてしまいましたが、本当にこれからネルセン様のところに行きますので、さあリベンジ果たせるでしょうか。行ってみましょう。さあネルセンのねところまでやってきましたが、これからね、無名の魔人に挑むわけですが、まあもちろんね、無策で挑むわけではなく、それなりの戦略というか作戦はね、練ってきたので、まあどういう戦いをするかっていうのをまずね、説明しときたいんですが、装備品を見るとすごくわかりやすいんですが、各々のメンバーがね、その対無名の魔人用に、しておきました。